皆さんこんにちは、徳田圭です。今回はプログラミングのループ処理についてお話ししたいと思います。今回の動画を見るとプログラミングのループ処理とは何かということがわかる、そして実際のウェブサービスではどんな感じでループ処理というものが使われているのかといった具体例がわかる、このあたりがわかりますのでぜひ最後までご覧ください。それでは早速本題ですが、結論から言うとループ処理とはプログラムに繰り返し同じ処理をさせる仕組みです。例えば画面にこんにちはと表示せよというプログラムがあったとします。 PHP で書くとこんな感じになります。このプログラムを実行するとこんな感じで画面に表示されます。これにこの処理を100回繰り返せというループ処理を加えるとこんな感じで処理を100回繰り返してくれます。プログラムの命令は1行しか書いてないのに繰り返し命令をつけることで指定回数繰り返してくれるようになりました。ループ処理がないと同じ処理を100回、今回の場合だと100行書かなきゃいけないんですが、このループ処理があることで処理を1回だけ書けばそれを繰り返してくれるので手間も省けますし、ソースコードも簡略化されて見やすくなりますよね。また今回のような単一の処理だけでなく複数の処理をまとめてループさせるということもできますので、複雑な処理を複数回繰り返したいといった時は便利です。PHP でループ処理を行わせるための命令は3種類あります。1つ目が for 文、2つ目が while 文、3つ目が for each 文というものです。 for 文は決まった回数繰り返したい時に使います。例えば先ほどのようにこんにちはを10回繰り返すとか100回繰り返すとか、そういった形で回数が決まっている場合ですねに for 文を使います。2つ目の while 文は指定回数は決まってないんですが、ある条件が来るまでずっと繰り返していてほしいときに使います。例えばユーザーが何か処理を行うまでずっとループして待ち続けていて、ユーザーが特定の処理を行ったタイミングでループを抜けるといったような場合ですね。この while 文はそういった性質になっているので、プログラマーが条件を書き間違えたりするとずっとループし続けるというようなバグが発生したりします。これを無限ループって言ったりするんですが、結構ありがちなバグですね。で、最後の for each 文についてはあらかじめ用意されたデータのリストを元にループさせたいっていう場合に使います。例えばデータベースからデータのリストを取得してそれをループ表示させたいような場合ですね。実際のウェブサービスでは3番目の for each 文を使うことが圧倒的に多いです。例えばこのようなショッピングサイトの商品一覧のページがあったような場合に、データベースから商品の一覧を取得して取得した商品リストを for each 文で繰り返し表示させるといったような使い方ですね。例えばこの商品一覧でループ処理を使わない場合は、この各商品ブロックのソースコードがこのようになってるんですが、これを毎回書かなくてはいけないんですね。結構なボリュームですよね。この部分をループ処理を使って書いた場合は表示処理の部分は一つだけ書くだけで OK です。このように複数のデータを同じテンプレートで繰り返し表示させたいっていうケースがウェブサービスではよくあるんですね。例えばこのような商品一覧であるとか、YouTube の下に表示されているコメント欄なんかもそうですね。あとは Amazon 等で買い物した時に表示されるショッピングカートの商品一覧の画面であるとか、あとは注文の履歴画面、あとは新着のお知らせ一覧など、実際のウェブサービス開発では取ってきた大量のデータリストを同じ形式で繰り返し表示させたいっていう場合に使うことが多いです。まあ、このようにプログラミングにはループ処理はつきものです。ウェブサービスを作っていると全体のソースコードの8割から9割にループ処理が出てきます。ですのでプログラマーにとってループ処理をきちんと理解して使いこなすということはとても重要なことなんです。そしてループ処理をうまく使えばソースコードも簡略化されて見やすいソースコードになります。皆さんもぜひループ処理をうまく使って良いソースコードを書いていきましょう。ということで今回は以上になります。僕のチャンネルではプログラミングの実践的なスキルを身につけて独立していきたいという方のために役立つ情報やノウハウを発信しています。ぜひ動画を見ながら少しずつ実践してみてください。もし参考になったらチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それではまた。